さあ、麻雀最強戦プレゼンツ高校女子オープン大会2018夏、これより決勝戦の模様をお届けしてまいりましょう。決勝戦には引き続き大井高春プロと、そしてここから日向太鼓プロにもご参加いただきます。よろしくお願いします。お願いします。さあ、楽しみですね。いよいよ決勝戦です。よかったよ、コーナーが本当に親戚のおばちゃん感が出てて、チックタックね、チックタックね、とあれ一番ダメだから、あの英語表記が読めないっていう。でも、うん、知ってました？ TikTok。 知らない。ですよね。チクタクだと思う。私も レベルなんで。それ絶対やっちゃダメだから。今日は学ばせていただいて50歩や歩ですね。はい、はい。さあ、というわけでね、この後は佐藤さん、宮本さん、ライカさん、そして島村さんの4人で決勝戦、1回戦って優勝1人。そっか、もう決まっちゃうのか。そうですね。まあ、ここまであのしっかり攻めていく選手、そして守りが光る選手もいましたけど、そうね、ここからはトップ取りっていうことになりますね。どうなるんだろうね。勝ちますかね。8局勝負だと、うん、ラスオがいるとかないのよ。そうなんです、確かに一切ないのよ。もうみんな一緒だから、はもう公平だから、親番みんな1回ずつ回ってくるんですね。あとはどれだけ舞台慣れというか緊張しないで、はい、うん、自分の力をこう100出せる人が優勝しそうなんだよね、うん、誰だろう。わかんないですね。そのあたりは3回連続で打ってきてる人なのか、1回目で気持ちよく勝ち上がった人なのか、うん、なるほどね、どうなんでしょうね、うん、確かに、そのあたりも違いがあると思いますけど、皆さん席にはついていらっしゃるようです。画面が切り替わったらいよいよ決勝スタートですね。お話ししててなんかみんな仲良くお話ししてて、そうなんですよ、うん、みんなね明るく、もうすでに仲良く、はい、あ、スタートするようです。麻雀最強戦プレゼンツ高校女子オープン大会2018夏、それでは決勝戦見てまいりましょう。トン一曲ドライーマンです。ちーちゃ、最初の親番は佐藤恵美奈さんです。ここまで2戦戦って勝ち上がってきました、うん、いや終始強さを見せてくれましたね。そうだね、お、いいね、並べて並べて、おや、手配はイメージか、うん、どうよ。カメラの前で打つの3回目、そろそろ疲れも出てくるかもしれません。そうだね、そろそろ出てくるね、うん、なんちゃは宮本さんです、はい、予選 A 択で勝ち上がりを決めました、うん、C 択はライカさん、うーん、ドラが1枚です。そしてベーチャの島村さん、一度休憩を挟んで先ほど2戦目で1回だけ打って勝ち上がりを決めてきました、はい、まあ、ハイパイを見るとどうだろう。あ、今でも宮本さんが結構いいね、ニコルンが、うん、似てますよね。似てる似てる。てかニコルンよりさ、うん、あのさ、ライカさんさ、うん、広瀬すず似てるよねマジで。え、ちょっとこれちょっと似てるって、ちょっと、うん、似てる。しかもワイプでちゃんと映ってる、このまた角度が似てますよね。広瀬すずが、ね、そう、はい、部活やって元気に活発な広瀬すず、イメージと状況も全部合わせて大石さんがセッティングするとかなり似てる、ね、そう、似てる似てる。あ、トンが統一になった。はい、トンが統一か。島村さんですね。なるほどね、泣いていくかね。いやどうしましょう。8局の中で一番展望を稼いだ人が勝ち、うん、あ、だからこのルールの公式戦がないから、はい、僕らも攻略法がいまいち分かってないというか、どのくらいの分かんない分かんない、ちょっと乱暴な言い方するけど、はい、普通プロの試合ってどっかで漫画作っちゃえばバチンって上がっちゃえば、まあ、ラスはないみたいな、うんうん、で漫画2回上がっちゃえばトップみたいなとこあるんだけど、うん、これよく分かんないんだよね、バランスが。うん、予選でもハンデマンクラス1回決めるとかなりね、うん、まあそうですね。ピンマイク入ってる？スイッチ、はい、うん、日向のマイク、日向のマイク入って、日向のマイクが入ってない？スイッチ1回落としてオン。バッテリーかな？バッテリーですかね、分からん、そんな使ってないんですけどね。大丈夫。え、僕の声は？おじいちゃん、おじいちゃんはいいんだよおじいちゃん、うん、僕入ってるね、うん、はい。日向さんの声は聞こえていますか？聞こえてる？ないですもんね、うん、一番うるせえから間違いない。お兄さんだけは疑われない。マジで、はい、分かった、気をつける。第2位です、私。気をつけるじゃん、はい、ランキング1位高春です。ああ、さあ、まあちょっと音声の方もね見ながら行きましょう。今親がイーシャン、エミナさんイーシャンテになって、はい、こちらです。お、ドラ
これドラなんでピンフとドラをつけると満貫なんだよね。メリーピンツもドラ1で。はい、そうなんです。そうだからいいんじゃない。かなりの大物手になりますね。あ、イーシャンテン、イーシャンテンパーワンかチュンか、チュンかパーワンを切るとなんだけど、これ難しいんだよ。こういうのが最初さ7万引いたら嬉しいから。うん、ひなのちゃんだって麻雀できまだ2ヶ月ですもんね。そうなんだよ、2ヶ月だとね、あの7889がいいパイなのか悪いパイなのかよくわかんないんだよね、うん、うん。これはタイヤなのドラなのわけわかんないみたいな、ね、どっちがいいんでしょうね、うん、難しいね。いやこの8局麻雀どの辺でこうなんでしょうね、うん、妥協するとかどこまで目指すとか、うん、そういうところ難しいですね。難しい難しい。あと振り込んじゃ いけないのかいいのかもわかんない。よく2000点ぐらいなら打ってもいいやが、それ致命傷になるかもしれないんだよね。うん、うん、あこれもねこれしょうがない。ドラがね言い分だから、そうそう普通普通。ここもしょうがない、いらないね。お、ただねこれね今3ピンが直前で2枚打たれて、あら3見えなんで、そうですね、今だからちょっと不安をね感じて、ほらおローピン浮かしてるんだよ、うん、さあ両層をポンポンする宮本さんです。これはなかなか積極的だよ。役がほら今現状イーシャンテンですけど役ないもんね、はい、うん、どっかでタイヤオに舵を切っていきますか、うん、ここあでもあの予選含めて、うんうん、最終的なテンパイ量もかなり大事だっていう思考が増えたかもしれない。なるほど、結構大きいですよね。いやかなり大きいですよね、うん、テンパイ量が。確かに、うん、佐藤さんもこの換算ピンのところが気になりますね。うん、残りの1枚ですか山に、はい、ほら E1 切ろうとしてるもん、ほらほら、だから地位で食い替えができないから、うん、これ実践的じゃない。うん、うんうん、なかなか実践的。あこれもまた複雑な形になってきましたね。これはちょっと分かんないね、これちょっと分かんないね。パッて見せられてもよく分かんないですもんね。そう、嘘が場に0、パーソが場に2枚、3ピンが場に2枚で自分が3枚見えてるんで、ほら3ピン切りたがってる、うん、こうするとチートイツとスワンコが、うん、はい、やるじゃん、ね、3ピン不安ですからそれが正解かもしれませんね、うん、10名でかなりこう柔軟に対応してますもんね。素晴らしい素晴らしい。あ、音声 OK だそうでよかったですご迷惑おかけしました。誰の番オッケー、よいしょ、んトンが頭で E1 切れば、はい、シャンテンだけど、あ、トラさよなら、うん、ちゃんと早いですね、判断がね、うん、いいんじゃない、うん、切り時が大事だからね、ドラなんていうのね、うん、よいしょ、出たトン、レーメンツできた、これなくてね、テンパイできないんだよ。島村さん泣きません、する仕掛けない、いいね、自敗をする。3、4、5の3色も見えてるかな。はい、ここから泣かないという選択でした、うん、見えてる人じゃないとね、なかなかスルーできないよ、うんうん、さあいい、ね、まだテンパイではありません。島村打てるねもう明日からニューロン殺到ですよ。本当だよ、うん、この子はやばいよ、1年生で、うん、またキリッとしてますもんね、うん、お顔もね、本当そう、トンをスルーしてね、うん、村上順張りの役割をする、うん、やばい2世かもしれない、本当だよ。お、どうする、そろそろチートイツがローソー切りたいか、ちょっと不安になってきましたね、難しいんだよね、ローソー3枚持ちが、うん、ライカちゃんの手あれ難しいのよ、うん、なかなか皆さんテンパイが入りませんね。そうね、あと1杯みたいなとこは来ないね。ポンポン、はい、ポン積極的だね、いいよ、通風路面、うん、どうすんだこれ、リャンソーパーワンとポンしました、うん、これちょっと待って、難しいぞ、6万あたりですか、うん、なんかピンズがね、ワンとかで悩んでますもんね、うん、そうだね、左側ピンズが56、うん、何でしたっけ、56677、さあトン一曲上がり出るか、これで、ね、トンは今1枚切れだったんなら、パッキュー総切りが出てくるんだけども、うんうんうん、1枚ですね、場にはまだ1枚なら、
もう一枚は山です。そう、ただパーソー9層両方行きっていいのかなっていうのは、今パーソー危ないかなとか一瞬、うん、ね、泣き仕掛けも2つ入ってますしね。あ、だからこっちから行ったね、やっぱり9層。あ、いや、かなりこういうところも本当に、うん、あ、来たんじゃない、これ、はい、これは来ましたね。これ何、ちょっと待ってよ、テンパイだと思いますよ。ちょっと左側がどうでしたっけ。確かに瓶缶3万欲しいなって思ってたんですよ。うん、テンパイで瓶詰め、瓶詰ローピンでしたっけ。え、なんかね、サブローマン、ちょっと待って、ちょっと待って、サブローピンとかですかね。え、ちょっと待ってよ、左手なんだっけ。左手なんだっけ。左ピンズです。ピンズなんだっけな、何を。ローピン持ってませんでしたっけ。ローピンだっけ。あ、ローピン、ローピン、ローピンだからこれで単品ペーコーだよ。そうサブローマネタンピーペーコー。そうでドラだから一瞬こう考えたんですよね。タイヤンピンフィーペーコーだよ。オッケーオッケー、ローピン、ローピンか、うん、おリーチった。あ、ローピン、ローピン。で3と6合ってました。3と6で、3と6、ここ危ないですよ、3が。本当だ、大丈夫。メンタンピンイーペーコーとはバニー1枚自分でちょっと前に切ってる。これめっちゃ高いよ、親でしょ、うん、これけ優勝しちゃうよ。あ、現物のチーピン、チーピン現物切りました。うまい、丁寧。これ打っちゃうと、あ、ちょっと待って、スーアンコイシャンテンじゃん。本当ですね。スーソーイーピンが握れ、スーアンコイシャンテンだよ、ライカちゃんですね。やばい、見えますね。サブローマン山一、サブローマン山一、イーピン、リャンピン1枚ずついる。リャンピンがいない、イーピンがいる。イーピンとリャンピンがどちらも2枚出てしまってるんですね。イーピンも、はい、イーピンもかよ。イーピンもですね。イーピンもかい。でも違ったテンパイも取れますからね、うん、まだ。そう、うん、ひなちゃんどうします。完全に降りるなら現物はあるけど、あかんね、あ、うん、それぐらい切ろうよ、ね、テンパイ取れるなったら取りたい、うんうん、現物、うん、よいしょ。残り2巡です。ここがチュンが2枚切れ、さあどうだ。いやー、これで高い手ですからね。そう、高い、これ ね、優勝しちゃうんだよ ね。山にはローマンが1枚ですか、はい、まだある、まだいるのよ、ツモもあんのよ。どこに行くか、ここら辺で降りるにはローソーですか、うん、あ、はい、丁寧です。ました、ここ もう残り1巡、これないです。これがいるか、いなかった。あ、守ったよ、みんなして、ね。こちらが入って、おお、最低に6万がいました。これでローソー切れるかな？安全に。上手だね。お父さん、ローソー切れるかな？何切れる？何切れる？頑張れ。おじいちゃん、頑張れ。ピン。あ、でもね、そこも現物ですから合ってる、はい、合ってる。これが一番良さそう。うん、そう、しかもローソーでもリャンピンでも他の両脇も見て丁寧に考えたんだよね。偉い。上手だね。おじいちゃん。はい、孫の成長を感じてますよ。いう曲です。佐藤さんの一人転売。一人転売も大きい。みんな上手だね。高原じいちゃんが。いや、だってもう僕先日ね、うん、同級生がもう同級生の娘が子供できちゃっておじいちゃんになって、え、普通ですよ、だって。46歳。そっか、普通ですよ。まあでも早めの結婚だ。そうそう、ありますよ。でも23で結婚して娘も23。おお、普通でした。おじいちゃんだ。おじいちゃんです。うん、本当偉いよ。孫の親番です。ブラはいそう。親は孫。宮本さんの親番、うん、八曲麻雀ですと2曲供託1000点。今思い切ってね、あの、よかったね、メンタンピーペーコーの手作ってね。これはただノーテンバップもらったからさ、うん、はい、一応気分はいいよね。お、ポンだ。はい、積極的に仕掛けます。いい、初ポン、かなり積極的ですね、うん、ドラ打っていきました。いい、あ、いいんじゃない、ドラ、うん、いいね、これぐらいの手はね、もうドラ打っちゃっていいよ、うん、うん、お、さあ、ローソーメンツ2メンツいいじゃん。おー、ここもいいよ。ここもいいですね。2メンツある。うちらと違って打つの早いな。早いですね。うちら、うん、そうですね、うちらですね。大井さんのより全然早いですもんね。いや、うちらを切り離しましたね。皆さん結構考えるから。私違うみたいな。皆さん結構考えるから。うん、つって結構降りてっから。降りる人は結構遅い。え、でもこのテンポで、うん、この女子たち、うん、結構降りるのも丁寧なんですよ。そうなんだよ。それがすごいんですよ。確かに。
小木さん15秒考えちゃうかな。小木さん15秒で済みます？済まない。ちょっと今背伸びしたですよね、うん、ちょっとね盛りましたよね、うん、お、カンさん、そう、ペンチーソーどっちを選びますか？いい方を選んで、チーソー一切れ。、うん、じゃあ単葉丸9層。おー、うまいね。バランスがいい、うん、あ、ドラドラ、ドラドラ、打点アップ、ドラドラ、はい、形は今一つですけど打点が上がりました。それはやっぱドラドラはね、やっぱり背中を押してくれるんで、いつも弱気な僕を押してくれるんで、うん、新曲ですか？そう、いつも弱気な僕を押してくれる、ドラドラ、タイトルドラドラですか？ドラが僕を押してくれる。偉人のうまいないから僕を、ね、楽しくて、おいさんが、うん、おー、来たー、これはなんだ、いいシャンプー、2と2どっちもいらないな、うんうん、来た、テンパイ、テンパイだ、リーチしちゃう、リーチしちゃう、お、なんか目つきが変わったぞ、お、そうですね、目つきがキリッとしてる、キリッとしてる、テンパイを取るのか取らないのか、うん、一回取るか取って、つまらん手だからリーチはしないっていう、これリーチかけないで単葉に変えたり、ドラ来たら変えたりってことですよね。それとか、あとウーソー引いたり、うん、ね、両面変化だったり、ペーコ、すごいですね、役なしをね、役がないのに玉手にしてるわけだからね、うんうん、コードですよ、顔つきがやっぱ変わってきたよ、さっきまでね、うん、食べてる時みんなにこやかだった、ニコ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 してたのね、うん、あ、トーンは残すんだ、自身の座布団ですね、本当だ、重ねたい、あ、来ましたよ、これですよ、引いたよ、ほらほら、ピンフと一平、ここでリッチの、ほら、ちょっと一呼吸置いてるじゃない、いや、かっこいいよ、一呼吸置いてるよ、うん、ほら、しっかり判断して、ほら、あー、もうパーフェクトだよ、だこれですね、サブロー層待ち、広瀬すず似てるよね、似てますね、うん、似てるよ、似てる、広瀬すず、ヤマセブンです、ヤマセブン、一枚使ってんのに、マックス使って全部8枚の中で1個出ました、マウンテンセブン出た、すごい、大体上がっちゃう、これはすずってるね、追いついた、これはえ、スチワマチ、ちょっと待って、ちょっと待って、スチワマ、スチワマも結構、スチワマもね、悪くない、頭が1人いるけど、ね、4枚ですか、4枚ぐらい、あ、はい、でも半分ある、いやちょっと待って、7枚にはかなわないから、枚数ではね、圧倒的に最強ライカちゃんですけどね、7枚は最強だから、丁寧、パスト、丁寧、ピンフは高いの、これね、積もった漫画なの、あのリーチピンフ、そうですよね、このね、ロウソウ積もった漫画だから、はい、不敬さんは採用してません、いやこれ強いな、決まるか、7枚、3層1枚減りました、あと6枚、あ、下手、立て続けに意地悪だね、どうしたら、愛花ちゃん運がないぞ、ちょっと。まだでも2枚だけです、いやでも2枚ってことはもう追いつかれたってことだ、ほとんど、マウンテン、これはしょうがないね、天敗では止まる、これに止まる人は日本にいない、トッププロでも全員打つ、考えてますが、こんだけ止まることがすごいもん、もうこれは絶対止まらない、いやでも休めですね、リーチ、ピンフ、裏は止まらず2000点、2000点でございます、2000点に京卓の1000点が入ります、長澤雷花さんの上がりです、これはいいね、いやいい戦いですね、これはいいね、決勝になってこう表情も皆さんキュッとね、うん、真剣になってきましたね、キリッとしてきたぞ、キリッとしてきたぞ、2回言いましたね、そう、ほんとふざけて謝りたいんだよね、ご両親に、親御さんと学校のお友達と学校の先生に謝りたいんだよ、ふざけてたから、解説で僕が、みんな真剣にやってるのに、うん、それがでもみんなまた求めてるところでもありますけどね、じゃあふざけていいのかな、いやいいと思う、程よく、程よくどちらでも、おいさん素敵ですか、どっちでもそういういじり方に変えたの今度いじってないじゃないですか、あ、親の手がいい、まあまあいいね、三色になるといいですね、うん、お、ここもいいよ、島村さんだったらこれ仕上げられるよ、うん、おー白が、あー、四統一、ペペーちゃんもペーがある、ドラスワンです、みんな特急券もあるよ、あれこれそうですね、全員泣くか泣かないか、うん、うん、これ難しいんじゃない、みんなこの初をまず島村さんが泣くかどうかも難しいし、うん、この手ね、皆さん泣ける材料がありつつ、そう、泣くかどうかの判断が、そうなんだよ、難しいんだよね、で今、展望が一応上でね、2万7000円2人対っていう感じに並んできたんで、うん、上がりたい気持ちあると思うんでね、みんな、そうですね、うん、そう、どうなるんでしょう、
さあまだ対戦分けしてません。おここはやっぱりこれチートイツのイシャンテンじゃない？イシャンテンで す, です、ね、ということはトイトイでポンポポンポポンポポンと打点ありますよ。それ役トイトイとポンとハクが両方なければ8000点ですね、はい、これあのライカちゃんのとこトンあったよね。確かあります、はい、確か親番のとこにありますね。これ多分ね、うん、泣くと思うよ。仕掛けていく、うん、この辺りでトンが出るか。ポンは大事なんだよ。初は島村さんがポンです。泣いた、はい、動いた。これでイシャンテン。なにそのチーピンって意地悪。何あれちょっとねメンツで見たくなっちゃいますね。分かんなくなっちゃう、ね、どっちも残した。はあ、飛んでるぞ飛んでるぞ。まだ出ない、出ない。なんだよなんだよ。絶好調ですよ今日も。絶好調、うん、調子悪い時見たことないですもんね。ま、謝るよ。悪かったよ YouTuber。 麻雀プロ。あ、いいのが入った。いいピン。この辺の残すんですね。この辺の、うわ間違えないよ。難しく見えるな。でもこのトンのある意味絞りですからね。絞ってんだよね。一番絞りって言おうぜ、うん、これから、うん、一番絞り。ミサさん、ミサさん一番絞り出てましたよ。噂の。ありがとうございます。ありがとうございます。謝るよ。謝るっつうのが。何ですか、スピンがいいんですか。今日女子高生だって言ってるのに、ね、一番絞りのネタ違うでしょ。謝るよ。あ、ドラを打っていきました。お、いいね。思い切りがいいと思うよ。ん？なんだ？いそはいらないのよ。関連マンも関連出てますね。ここでトンを打って、はい、仕掛けていきました佐藤さんです。そうね。これで三蔵を打つのかな。はい。はい。いいシャンテンです。うん、安く上がるもよし、トイトイにするもよし、本一にするもよし、うん、ね、いろいろ見えちゃって。未来が広がる。うん、そうだね。あ、数ワン切ってますからね。そうですね。さっき数ワン切って。ただ縦の手もあったから、数ピンとかペアとかアンコになった時のドリーミング具合が半端ないから。じゃあ残しましょうか。夢見えちゃうから、うん、それでいいと思うよ。現実的に行きました。うん、ここが。ここは数万引きたいんだよな。そっか、2万引いてすぐリーチしたいか。そんな感じなんだよね。うん、うん、さあ2、仕掛けが入ります。これがペイをポン。そうですね。今度はその右2枚どっちかいらないね。はい、2万か数ピンでしたか。うん、3人が仕掛けてる。あ、123が戻ってきた。これちょっと待てよ。数層を切ると3色は見えるんだが、はい、だが、はい、どうせリアウッパーピンするから難しいんだよね。うん、どっちもある。そう、そういうこと。どうせね、アッパーピンするから、うん、そうですよね。リャンマンパーピンポンできる形になりました。広がったね。パーピンポンってことはちょっとエミナちゃんの手とぶつかってるよ、島村さん手と。そうですね。うん、白だ。白は白だ。止まったよ。エミナちゃん持ってるやつですよね。なんという守備力、なんという守備力。すごいですね今の、うん、白が出ませんでした。うん、うん、そしてなかなか電波が入らない。入らないね。うん、トンが泣かれてる。トンは、自身がポンしてますね。噛んだ、噛ん、はい、噛んしました。これイーハンアップです。あ、そうですよね。そう、噛んするとイーハンアップ、うん、はい、はい、でドラが増えるんですよね。トンを加冠しました。トンが新ドラを見ましょうか。ペロン、はい、新ドラ、うわ乗った。あ、嘘嘘嘘嘘、2つ持ってる人いるよ、ここ。あ、テンパっちゃった。これ、え、ドラドラになっちゃったよ。ペードラドラ、はい、ペードラドラ。ただ白はポンなんで、白は佐藤さん、大戦争だ、ね、火の手が上がるか。おっと、 あれじゃない、ペーチャということに。あ、でも白が危ないと思ってるのかな。もう白打ちたくないんですね。そうですね、ドラドラなのにね。今度はんーと、ウーピンいらない。目の前でも今打たれたウーピンですね。泣かれそうってことじゃない。ピンズ台も切ってないね、ほら、あの、うん、ピンズ怖いんですね。しかし切りました。エミナちゃんがさ、ピンズ切ってない。あ、これピンズをね、そうなの、一瞬考えましたね。そう、チーしてウーバン切ると本一なんだけど、うんうんうん、やりすぎ感もあるわねって。それはしなかったんですね、うん、なんで白止まってんの。すごいですよね、うん、チューンも白と同様に出てないはずです。出てないんだ。
怖い、やっぱり怖いんだ。怖いの純は行 く, は行く、うん、白は行かない。すごい見えてる。あ、来た来た、単品彩色にドラが。嬉しい、スーハー的。めちゃめちゃやる気出ますよ、スーハーアップしたよ。ピンフと単ヤオと3色。うわ、ほんと、ドラもだ。ご飯増えたの。ご飯増えた。あ、キューピンと白のシャンポン。あ、そしてパーピンがポン、こっち電杯。あ、来た来た、空中戦。飛び入れた空中戦。トンカン、トンカンで、500戦ですね。安くなった。めっちゃ不可能。ちょっとね、はい、なかなか見ない光景ですからね。佐藤さんの上がりです。佐藤さん、ギャンハーですね。こんなに不があるのに。でもこの計算の仕方って分かりやすいですよね、すごく。面白いね。いや、今の戦い面白かったですね。いい曲でしたね。吐く出ない、泣き合戦。本当にそうだよ。なんで親も怖かった、すごいいい曲。なんで切ってくれなかったのって話だよ。本当にそう。でもなら私はキューピンをいただきますって感じですもんね、はい、さあトン4曲ドラ言いそうです。ハツが、親がハツ持ってたな。そうですね、で、ここが初起きらない。うん、まだ出ませんでした、はい。まあ、ここにも、ここにも初がいるね。これ初切るとポンしていって、あのね、すごい高い手作られる。おっと、第一打9番。あー、いい手だ。いいなー、いいですね。エリアンシャンテン、はい。あ、これね、本一見えますよね。これね、すごい高い。1万2000なのね。ペアポンしませんでした。初ぜペアスルーしてる。はい、1枚目はすげー。初、あ、初、これは早いな。泣きました。反応早い。うわ、ワンツーだ。見えます。島村時代。これから3年間。島村の時代が。で、今1年生ですからね。1年生だから、これで優勝すると、うん、島村時代の到来だから。うんうんうん、やっぱり麻雀教室通ってるだけあって、麻雀歴も一番長いし。うん、牛耳ってくわけですね。牛耳ってくわけだよ、これから。うん、まあ、家族麻雀で覚えた方もちょっと通ってみるといいかもしれませんよ ね、 そうね、新たなね、発見がありそうですよね、さあドラを使うかどうか。そうだね、ドラの位相が使うかどうかで随分変わる。横に一面、うん、ここも戦えるんだけどね、ここの、うん、何、あー、いいシャンテン、めっちゃいい手、いいシャンテンになりました。1,2,7,8 層飛んで転廃。うわー、これは1万2000なんでね。で、彼女なんか報酬とかしなそうなんで、リーチには。だからちょっと、うん、加点が決まった後、来たー、パッパパッパパー、ここでパーソン打ってくださ い、 いや、8が7個あるから。本当ですね、8、パッパパッパパ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 ッパパッパパーパー。そうです、最後のパーが足りなかったですね。そうそうそう、今7個目のパーをね、うん、足りなかった、うん、でもいいシャンテンだからね。いや、ちょっと親にもぶつけたいですね、これね、うん、あのね、ライカちゃんが上がっちゃわないと、これ1万2千に決まっちゃうよ、これ決まっちゃうよ、はい、これは決勝戦なので、うん、そう、1人優勝、決まっちゃうよ。熱中症でつまみ出せって書くなってコメント。熱中症の高原をつまみ出せって書かないの。結構エアコン効いてるんですけどね、会場。つまみ出せ、いいぞ、来た来たぞ、スッチーピン、リーチリーチリーチ、スッチーピン、今リーチ、しっかり確認し、今皮を見て、皮を見て、自分の目から3枚、うん、リーチあるけどな、しなくてもいいし、してもいいし、うん、来たー、リーチー、チーピン、チーピン待ち、スーピンは0、チーピンが3枚。山さん、うん、リーチ後の勘を忘れないでね、ライカちゃん、ね、親は持ってないですもんね、ピンズがね、絶対持ってない、うん、だからいい判断ですね。いい判断、これなら親にもぶつけられる、うん、これは、でもここは蹴んないと。そう、確かに島村さんがね、1万2000上がるようだと、うん、気にしない気にしない気にしない、うん、違うよ、うん、違う。お父さんがすぐここから大声出しても届かない。あ、ドラが当たった、危ない、チーソンめっちゃいる。1万2000の天才、山さん、山さん、3枚同士同じ、
山さん対決7と7町チーピンとチーソー3名です。うわどっちが先だ、うん、ただ打点が全然違う、全然違うけど2000点対1万2000なんで6倍違う。6倍メンタンが、メンタンが2000点だからキヨコ、あなんかちょっとさらにアップしました。サブローこれ町、しかも抜走現物だ、切りやすい。これは三面ちゃん、三面ちゃん、サブローソー、リャンゾーが分かるかどうか、はい、2、3、6町、いやただしっかり勉強はしてきてるはずです。いやこれはまずいね、リーチ者ピンチ。2、3、6結構いますね、結構ぐるぐるいるんでかなり良くなった、はい、2が3枚、3が3枚、6が1枚、あらあらあら、7山、7枚、7枚もいるよ、すごいですね。これはピンチだぞ、あードキドキする、どうなる、決まるか、決まった、積もったこれは見事、これ6000オールだ、オドラさん6000オール、うわめちゃくちゃだ、島村さん決まりました、これはめっちゃ高い手が決まっちまったね、高い、さあ八局麻雀、うーん、あと三者が取り戻せるかどうか、そう熱い戦いになってきました。初本一ドラさん決まりました、見せてくれますね、見せてくれる、ペースルーから、そう、そうなんだ、第一だな、ペースルーだけど初はパッと、そうペーをスルーしないとスーソーとか入ってなかったんで、入ってない、あんなにイーソー来ないですから、確かに、いやすごい上がりになりましたね、いやいい上がりだったね、いや島村時代か、なんか島村王朝時代がもう王様の時代がこう3年間続く、ね、でも結構ねそれ攻められますからね周りから、ただ次から島村を倒せと、そう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 、マークがねなりますからね、来た、さあドラはウーソーです、もうそれぞれ負けてる親を応援しよう、じゃあ今回エミナちゃんが1人4000より1回ずつ積もれば追いつけるかもしれないノルマみたいにしましたね、そうしないと追いつけないんでねえ、それだけの差、ここもいいですよ、あーライカちゃんはリあドラドラじゃない、ええドラドラでしたね、そうですね、ハネマンのイシャンテンじゃないこれ、何を仕掛けた、メンタンピン、ツモ、はい、イーペイコー、ドラドラ、裏で倍も、俺倍ツモすると、そうするとまたあれじゃないですか、二人こう抜け出した形になりますよね、はい、めっちゃ並ぶんだけど、ここ、これスーソー引けばめっちゃ並ぶんだけど、スーソーはあります、ドラ表示牌と一枚、佐藤さんの手に一枚、ねえ、ただめっちゃ高いね、めちゃめちゃ高いですね、ドラ表かドラを引いたらえらいことになるよ、宮本さんダブナンポンしてます、はい、よいしょ、あこれはね難しいんですよ、ウーピンを切れれば最強、うん、第1弾にイーソー切ってますけど、そうなんですよ、スーソーがちょっと弱点なんですよね、そう、スーソーがだけどね振り点だから、あら三蔵切るの、それはそれでありだよ、お最終形がシャンプー、これねあのドラがウーソーな時は、うん、これが一番高くなる、あの即席ハネマンがあるんですよ、ウーソー積もって、そういうことです、はこれはこれでありだよ、うん、であと一番面白いのはここの3万に対して数万2万持ってきた時にすごい、ね、あの運送ヘッドを固定することによって高い手が狙えるんで、メンタンピンツもドラドラでもハネマンなんですよ、これねあるんですよ、トッププロでも3蔵打つしいるんですよ結構、うん、ドラ上手でスタメンツにこだわりすぎず、はい、そうピンス系にこだわりすぎず、一数層がネックになることが多いんで、いやこれうまい、うまいよ、うん、はい、やばくない、やばいやばい女子高生先ほど一品切ってます、うん、女子高生高春、うんうん、これ結構うまい、これ難しい、ダブナンポンでドラも使いたいんで、だからウソ切りたくないんだよ、ドラのスーソ使いたいか、あドラウソ使いたいから、わかる、ひなのちゃんの気持ちわかる、やっぱ語尾上げるんですかね、若者は、やっぱ上げる、ね、若い若いさっきから上がってた、あそうだ、ね、あ上がりっぱなしだった帰ってこない、上がったきりそういうもんですかやっぱり若者は、大変、学んでいこう、行って進みました、うーん、テンパイはまだかねえ、早くねテンパイってほしいね、うん、うん、いいじゃんテンパイ、うん、トンってなんだっけ、トンは場には出てないですね、佐藤さんも一緒に取るかどうか、
これちょっと待ってよ、難しいね。ああなるほど、老朽素振り点なんだよな。でもな、そうですね。あ、くっついたドラに。くっついた時は頭がローピン切りか、スーピンが結局頭になるかなって感じですかね。ただリャンマン切って柔らかくしてんのかな、形にもこだわる、うん、うん。いや止まりましたね、進まない、うん、あれお追いつてかあれいろいろある、これね、ちょっといやだからトップ目ゆえに手が止まるのよ、うんうん、4万点超えですもんね、うん、どうしようかしらと。スーマンローアンを今第1巻で彼女はスーマンローアンに目がいってるんだけど、はい、視線がだけど、うん、私トップ目だからな、キューピン切ってチリ統一統一って、うん、どうしようかなとありですね、うん、泣く泣かないのことも今考えてるんで、この時にそれかもう最高に高くしちゃう、そうパターンもありますもんね、うん、スーワンコっていう、今だからそれを全て考えてたね、うん、帰ってきた急走。これはね、フリフリはね、フリフリって言うんですね、うん、フリフリって言うんだけど、女子高生の間でフリテンのこと。本当ですか、うん、今考えたんだけどね。ミサさん全然否定しないもんね、受け入れてる受け入れてる早い早い、取らない取らない、取らない、フリフリ 4枚切れてる。そうなんですよ、ね、もうじゃあ出会えないじゃないですか、うん、急走ロスしかないんですね、うん、ねえ、うわもう来ちゃったよ。リャンマンは不採用だったけど、うんうん、これはね、ウーマンは採用して、リャンメン両面なんでローピン切りがいいかな。いいかな。ドラ使おうと思った。ドラは短期でしか使わないのかな。お、泣いた。窒素をポンしました。窒素をポンして役を単葉に無理やり。おなるほど。無理やり単葉に。振り点が不安なので、はい、もう仕掛けていくと。これも意地悪、ここも意地悪だね、うん、これちょっとリャンゾーは不採用だね、うん、不採用つもぎり、うん、さあどうなる。やっぱり単用なんだよ、ほらもう早くEピンを切っていきました、うん、ドラかスーピンローピンか。そうなんだ、いやだからなんかさっきから切りたくないかったんだよ、ピンズをほら切りたくないんだよね、これ仕掛けるんじゃ、ポンしせず、ポンしない、嘘、泣かない、マンガンにはしないんだ、もっと高み目指してる。そうだね、ポンしてウーピン切りっていうのもあるけどもね、ね、うん、取らない、ど高くいってんね、点数離れちゃったからかな。おパスソーも出た、はい、チーソーポンの後にパスソーポン、うん、どうだ、リーチかけられるか、うーん難しい、3ピンが2枚切れだからいらないな、うん、そう泣かなかったね。あ、お、2つ目のあんこ、テンパイ、これを一応パーピンだけ上がれるんだけど、パーピンが場にイペコ2つ出てるんで、お、リーチしないで、うん、宮本さんが数万をポン、はい、これでテンパイですね、ローマン、ね、おーローマン切らない、取らない、トイトイとかなんか持ってきたいんだ、トイトイローピンは泣いた。お、サブローピンちょっと薄くなったなってことです、うん、うん、これでテンパイ追いつきました。はい、ライカさん3万と嘘のシャンプー、おーおー、これこれつぶれすぎ、これ山にいるローピン、チーピン、めっちゃいる、いやこれも2枚2枚2枚いる、 1枚1個ずついる、1個ずついますね、やばいやばい、1個ずつ、しかも今ローピン通った、いや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 、島村時代がさらに加速するのか、トップ目でこれを上がる、これやばいね、だからその代わり、その代わり、はい、ウースを掴んだら打つよ、確かに今ドラね、そうですね、このリャンマンは当たりじゃないよね、うん、3万だったよね、そう、あ、3万、あ、止められちゃった、3万すごい、ライカちゃんの当たり牌止められちゃったから、あ、ロン、ロン、あ、上がれた、トイトイ3アンコ、トイトイ3アンコ8000点、かっこいい手順でしたね、これ、これはこれで5万点台に突入します、島村時代、いやちょっと鳥肌立ちました、島村時代の到来、これ3年間続くから、1年生でしょだからこれ1年だから 1年生でしょ、いや高校野球とかでもあるから、怪物の1年生来た時その人が清宮ね、3年の夏まで続くから、これいやーすごい、トイトイ3アンコを積もれば役満という手でした、これは本当昔の PL 学園のようなね、今の子たち知らないんじゃないですか、今で言えば智弁和歌山、うん、5大会連続みたいなのあるから、これ5大会連続島村の
大阪も暑いです。島村の8000点っつったらもうこっから2年半続く。あ、でも見てくださってるご家族のね、はい、方たちは多分大井さんの発言で喜んでますよね。喜んでると思うよ、うん、お父さんたまんないと思う。怪物現れたよ。いやすごい1年生が現れましたね。本当ですね、うん、やばいよ。持ち点は5万点を超えてきました。何曲のスタートです。いやこれまくるのも大変ですよ。いや上手に打ってるんだけどね周りはね、あの苦しい点差がいっぱいついちゃったから高くしようとみんな一生懸命頑張ってるんだけども、ちょっとねその上を行かれちゃってる感じするよね、うん、これはさあどうしましょうか。トップが今5万500点持ち。ほらみんな高校野球好きだな、もう突っ込んできて。うん、大阪桐蔭ね、うん、大阪桐蔭は強いんだよ今、分かっ今暑いんですよね、うん、今回も出てたなセーバー、うん、そう見てるよちゃんと大阪桐蔭と近代付属でしょ今年大阪全部見てるよ。どこ行った。さあこれは嘘を引いて、うん、さあ親は宮本さんです。そうなんだよ、あと3曲しかできないんだよね、点差がね決まってますもんね、これだけついちゃったんで、うん、あとまくれるのは親で何かドカーンといくしかないんでね、はい、2着目の佐藤さんがもう親残ってないんですもんね、うん、そうだから相当今有利になってるよ、うんうん、これつやばいな、もうちょっとさあ誰か島村さんに追いつける人が、そうだね、いるんでしょうか、うん、それかもう島村さんがあとまとめてこうどんどん流してちゃうパターンもありますからね、うん、とんでもない1年生が現れました。本当だよ、怪物が現れてしまったね。しっかりしてるしな、判断早いしな、バランスいいですもんね、うん、よいしょ、みんな切るの早いよね、スパ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 ね、うん、テンポがいい。なんでこんなに早いんだろう、どうして僕は遅いんだろう、反省しよう。ちょっと早くと自敗をまだ大事に持っています。そうだね、うん、ここで初を打ちました。はい、いやみんなスカウトしたいよ、うん、ほんと今日の6人みんなスカウトしたい、うん、ちお、はい、いやもう仕掛けに入ります、はい、いやもうこういうところもすごいですよね、あれだけこう面前で仕上げて高くしてた選手がこれ、うん、テンポ持ったらちゃんと泣いて速度重視ですよ、うん、これはやられちゃたまんないな、ね、うん、ハクはポンしない、ハクスルーしてるよ、はい、やっぱり打点作りたいってことですね。そう、さっきのね、ドラポンしなかったのも含めて、あ、入った、おいおいおい、嘘、どんだけ完璧なんだよ、見事、いやプロプロ、チピン待ちのテンパイです。チピン、山には3枚、うん、3枚いる、これでも溢れるかもしれないんだよね、うん、あのちょっと入り方によっては。さあ早々に逃げ切りテンパイが入っています、うん、楽しんでほしいね、うん、島村さんにはゴールが見えてきたか。そうだね、ちょっとなんかこう優勝へ向けての感じは地位に見えたね、うん、うん、普段 やんなかったからね、これあんまり、ね、あの予選も含めてあんまり見なかったパターンですもんね、うん、やっぱり普段のこの勉強の成果じゃないですか、うん、麻雀いろんな人とね、島む最後の言葉で、まあ、早速ね、やっぱつけるよ僕だって、やっぱつけ名前つけるよ、名前つけるよ、つけますよね、島ムーだから、島ムー、あだ名島ムー、うん、でもナナちゃんですよ下の名前、ナナちゃん、ナーナにする、どっちか、ナーナも可愛い、うん、でもなんかね、冬で会った時にナーナって呼んだら親近感ですよね。なるほどね、あスーピン、あーこれが出た、これで入りました、うん、ダイヤドライチ2000点、はい、2000点、3曲連続の上がりになりました。いや強い、強いね、6000オール、うん、8000点、そして今度は曲を流す、いやこれでもう本当に戦える人がね、あとだからライカちゃんが8000オールとか1万2000直撃とか、うんうん、1万8000ぐらい直撃しないと、うんうん、いや相当ゴールが見えてきちゃったね、はい、逆転劇がありますか、うん、ライカさん、なんなあいまいち、どんなドラ初ナンシャーペー、おナンシャーペー、苦しい、
ズ。ソースはつながってます。ヒトメンツ何にトラハツ、あ、なんドイツ、あ、でもそうだ、レンチャンがないんだ。そうだ、そうだ、打点が足りぬ。え、どうします？つい見ちゃいますね。あ、これレンチャンできるじゃないかって、ね、思っちゃいますけど。違うんです、8曲バージョンなんです、ね、この曲でまくらなきゃいけないんで、33,500 差をこの曲で、はい、あ、まあ、この曲とは言わないけど、最後、まあ、2曲マンツモで済むにはあと2万点だから、満直した後、満眼を直撃した後にマンツモとかが必要になるんで、相当難易度は高いんですけど、うんうん、まあでもね、優勝だけがあれじゃないんで、うんうん、まあ、頑張って準優勝とか、はい、ね、うん、まあ一つでも上の、ね、そうだね、順位目指すのに価値がありますよ、うんうん、でここもそう、宮本さんもね、今ちょっと7500点しかないから、うん、ちょっと苦しいんだけどもね、大きい手狙って上がる分には全然ね、うん、はい、一回ぐらい上がりたいよね。いや本当ですよ、うん、お、みんな笑顔が出てきたぞ。お、なんか楽しそうにやってるぞ。一日でかなり仲良くなりますね。そういうのあるよ、そういうのあるよね、ピュアだからやっぱりね、うん、そういうのも大事だ。ほら、みんなニコニコしだして、うん、さあ、いい写真です、うん、どら、いいじゃないの、いいじゃないの、楽しそうに、ね、それだけ聞くとちょっと危ない人みたいなんですけど、ね、いいじゃないの、いいじゃないのって大丈夫ですかって感じですけどね。いや、でもこれまでの大会でもね、たくさん麻雀仲間生まれてるんでね、ほんとそうよ、ほんと次にまた会えた時嬉しいですよね。嬉しい、まあ、ちょっと変化次第で3色が見えますかね。そうだね、うん、みんなありがとう、マージャン打ってくれて俺もう親の立ち位置かこ超えましたね。もう神の息みたいになりました。俺を言い出しちゃった終わりだよ、こうなったら終わりだよ、ね、うん、末期ですね、もう、末期。いや、またこれあれですかね、島村さんのタイヤオ系の仕掛けとかまたあるんですかね。見えちゃうかもしれないね。お、でも日野ちゃんがね、1,2,3色できてて良くなりましたね、うん、日野ちゃんの手超良かった今、 EPE1 で、うん、うん、火吹いちゃうよ。あ、でも E1 3枚見えちゃった。あ、ちょっと意地悪だな。チートイツのイシャンテン、チートイツイシャンテンが意味になっちゃう。各社手役と点数表と確認しながら打ってますね、うん、ここがゴロッチング567、うん、ゴロッチの3色見つけちゃったね。567の3色見つけたね、うんうん、それなら打点がつく。ゴロッチング面単品つも3色ふにゃふにゃ、うん、ふにゃふにゃしましたね、うん、最後ね。6000オールぐらいやったらね、わかりませんね。そしたらローソーローピンチーワの順とかで引くと、うん、まあ、例えばローピンを上げよう、うん、ここがね E1 と E ピンがないのよ。これはなんだ、3ピンどうするかも悩んでますね。うん、あのね、6ピン切ってもいいんだけど、高めはどうせ1ピンしか使わないから待ち増やしてもしょうがないんだよね、うん、6ピンを切っちゃうと、イースーチーピン2ピンとかになっちゃうとね、休めが増える。おっと、3タイヤをつけに行った。もうつまらんです、2差ししか見えない。2差しと、あとあれだ、あのチンズだ、ピンズで、うん、はい、そういうことだ。どっちになるか、超ドリーマー。そうですね、うん、もうこれを入れて残り2曲。そうだから、もう子供だし、うんうん、もっと大きい手狙うわって今やったんだよ。いや、でもいいですね、うん、E1 が出ちゃったから3枚、うん、めちゃくちゃ大きい手狙って材料揃うかどうか、うん、結構いいよ今のセンス、うんうん、なかなかね、すごいトッププロがあのすっごい負けて、うんうん、達也とか村上純が負けてる時にああいう打ち方するんよね、うん、達也さんなんて特に見る、めっちゃ怖い、ハネマン以上作って、あ、3ピンさらに引いた。これでどうすんだ、3色にこだわるかピンズに寄せるか、わかんねんだよこの辺がな、どうしていいのか、うん、オーラ寄せた、ピンズに行きますか、全部ピンズにするぞ、ね、うん、集めましょう。で、ライカちゃんは567の3色で、あ、パピここもおっと広い、ね、島村さんがデジっ子がね、広いしちょっと高くもなるかもしれない、デジタルガールが、あー、ここはしょうがない、これは
いや進まない進まないね、まだ一メンツ、ここが広いよ、あれチッピンキューピン切ると食えるけど、スースーが場に出てんのもいいと、出てないですね、ほら、おー、いやー素晴らしい、食おうとしてる、スースー、うん、そうですね、うん、パッピン切っておくと面前の天敗率は高いけど、はい、チーができなそうなんで、チーしたいんだね、どうせリーチしないからっていう、そうですね、うん、この状況にはいい一打ですね、うん、食いたんにしたいんだよ、かなり打ち慣れてる、うん、いいと思うよ、うん、チートイツのイシャンテンの佐藤さん、ドラが3切れになってしまいました、来た来た、1個クリア、なん、うん、なん頑張れ頑張れ、何切るとね、最高に高い手順がある、何切れ頑張れ、お願い大量産食を狙って、ただローピン苦しいけど、そうなんですね、ローピン苦しいんだよね、ローピンが苦しいんだよ、神はローピン率が高い、いやーこうなっちゃうね、こうなっちゃう、でもリズもなんで、何番に出てないでしょ、どうせ何は、はい、宮本さんが1枚持ってます、ね、でローピンどうせ1枚しかない、本当に苦しいんだよローピン、まあ、合ってるんですよ、うん、ね、上がりがなくなる可能性がありますからね、うん、場には合ってるんで、そう合ってるんですよね、じゃあ何引いてくれじゃあ何、これなんだ、そんなんで難しいね、これもね、もうピンズがちょっと出ちゃって、嘘から、どうせなら何を上げてくれ、その前にイーペイ好変化があれば4000オールも、そうですね、見えますね、345、はい、見えますね、あ、今のは三層切り、うん、ちなみにね、ライカちゃんはね、4000オール引くと次破裂もでまくるよ、うん、4000オールの後はね、1万8000以内になれば、あ、ローピン吸収、あ、ってことはローピン順からだったじゃん、じゃあいい判断でしたね、あの、ローピンあのゴルチの3色してたら上が、うん、もう上がれなかったよ、はい、ここからウーピンチーピン切っていきました、順からだったんで、正解でしたか、これいい判断だったかもしれない、最後の難が、うん、あんこっちゃうか、あるいは、あー、クイタンにやられた、クイタンにされたやられた、やられた、なんかここに来た、あー、なんかなくなった、ーチートには使いたい、なんかそうですよね、うん、お、テンパった、テン中ぶくれ3万テンパイですが、何単価ねえ、ちょっと思いがけない形になりましたね、難しいね、うん、うん、一応テンパイ取っとくか、何単価のテンパイです、うん、一応取っとくか、これはいらない、なんなの、ウッパーソーになっているな、うん、ウッパーソーはバニー2枚、いらないか、うん、さあ残り少なくなってきました、あと3巡です、降りてるよ、あ、もうここで受けてる、そうそう、現物合わせてるもん、本当ですね、うん、その前のチッピン回してるし、いや冷静、うん、これ降りられたら終わり、そうなんですよ ね、直撃も厳しいですしね、リャンワン待ち、取りません、うん、いや降りられちゃうよこれ多分、はい、いや攻めもいいし守りもすごいですね、先ほどんと思いましたけども、その時に対応に入ってたってことなんですね、あのウピンも合わせてるんで、はい、そうですね、ちょっととこれをやられちゃうと追いつけないんですよね、まあ、6000オールがね見事だったよね、いや本当ですね、あの曲、うん、チッピのリーチも入ってたんだけど、うんうん、うまくね、本当あの手順が見事だったよ、いやこれで最後役満条件とかになったな、みんな、うん、まくるとかなり厳しくなりましたね、うん、残り1巡です、100万条件、これはちょっともうこの曲で上がりが出ないので、うん、はい、でもテンパイすら厳しいってもう切ないですよ、これは切ないね、あの甘露ピン持ってても何やってもいいですよ、そう、うん、来てないし、順からなんで、なんとこれは全員脳天、全員脳天で、今でも全員脳天って知ってるのは僕たちだけで、はい、島村さんにとっては、はい、いっぱいも隙も見せたくないんで、はい、慎重にここは、はい、ソースが一番安そうっていうね、うんうん、はい、さあ、一人テンパイか、
そうだそうだ、失礼しました。南端期の天敗でしたね。大変失礼しました。宮本さんの天敗。いや隙がない。いや島村さん、なーな隙がない。なーなやるね。さあこれでこの次は南4局へと進むことになります。宮本さんが1万500点、島村さんまでの点差が親に対して4万1000点となります。うん、100万すも直ですね。はい、そうですね、6万、出上がり OK の人もいるかもしれない。ですね、2着目の佐藤さんが、2万手持ちなので3万と1500点差です。出上がり OK ですね。そう、あとは積もれば大体大丈夫だよ、相手が上だから。ライカさんは、3万と3500点差、さあ始まりました。南四局ドラ三層、2着目の佐藤恵美奈さんは役満で上がり OK、 宮本さんと長澤来香さんは役満積もを目指すことになりますね。ただそのプロの試合じゃないしさ、別に、まあ一つでもね、友情だけじゃないからね。ここに出て決勝まで一生懸命戦って何か持ち帰っていた銀メダルね、銅メダルでもいいじゃない。3位4位銅メダルでさ、メダル用意しかやるのに。いいですね、これからメダルにしようか。これメダルもらえたらすごい嬉しいし、思い出になります。チンパン、さあ逃げ切りを図ります。島村さん最後の締め作業まで自分でこれだったパーフェクトだね。チャンピオンロード、許さないっていうね。もう、誰の番だ。切りましたもんね。今ね、切りましたね。ちょっと待ってね、確認してたルールと最後の条件と、さあここから。いや、こういう風に置かれる状況って難しいですよね。そうなんですよ、このね、手が単野を単野をしちゃって、役満にないのよ。全然違うの。そう、私これ準優勝なんですけど、していいですかみたいな。現在準優勝ですね。いろんなね、この葛藤とね、悩みが生まれるのがこのルール、麻雀の最後ですよね。まあ絶対にこれも最終局なので、どこかでね、もう切り替えて、そうですね、準優勝で終わるという選択もあると思います。準優勝もだってすぐそこに3位がいますからね。そうなんですよ、ライカちゃんがね、2000点差に、ね、はい、近距離ですよ。そうなんだよ、どう打つか、ね、もうこれもパニックだよね。ペンチーズを入ってどうしたらいいのよ、何を目指せばいいんだろうと。そう、ね、でもこういう時もやっぱり自然にこう手を組んでいいと思いますけどね。リッチ打ったりする手順だったり。そうなんだよね、1個でもまた上いけるかもしれないですからね。こんなので優勝だけがどうのこうのとか、そう、よく目なし問題なんて言うんだけど、そんなのはもうね、そう、マニアックな世界でやってればいいわけで、僕は全然構わないけどね。だからなんかね、賞品をつけて、三半賞、万願賞みたいなのつけて、あの人たちになんかプレゼントあげると、最後それを目指して上がれるようになるんで。ちょっとね、言ってたメダルだったりね。そうそう、なんか今後考えようかな。僕は自腹でなんか買っとこう。それで、いい上がりした人には、オーラス、ね、高春坊とかですか。何それ。高春坊とかですか。お菓子何それ。うまい棒みたいな。お菓子何それ。え、でも嬉しい、大井さんからのプレゼントだったら、ちょっとかなり記念になりますよ。ただ大井さんを好きな人が一人もいねえ。いました、いました。一人もいねえ、まあ、好きとは言ってなかったけど、あの、大井さんに解説してもらえるのが嬉しいっておっしゃってましたよ。なるほどね、大井さんが、そう、大井さんの私物で喜んでくれるメンツじゃないんで。大井さん私物であげられるものあるんですか。大井さんの私物で今嬉しがる人もいるんよ、中には。でも今いない、ここにはいないよ。ちょっとね、今、じゃあ商品券にしましょう。ミサさんが一番現実的。現実だもん、デジタルすぎてよ、会話が。いや、そういうとこ好きですけどね。よかったです。嫌われるかと思います。多い熱をプレゼントしろ。あ、そうですよ、この子たち何のことか分かんないでしょ。プロデュース大事ですよ、持ってこいって一瞬考えたんだけど、いや、これ寒いなと。多いさんを知らない人の多い熱は苦痛だから、そう、天敗ですよ。お、
テンパイ。ただドラ表示合わせて今2枚見えたところ。そうですね。ただ一応テンパイ偉いってことですね。変化もありますね。しっかりしてる。あ、入った。こっちに入った。本当だ。これで、リアンズは山にはないけれども、はい、ただ他の人は逆転の手でないんで、何かこう、逆転があればいいんだけど、倍直か。佐藤さんが倍直だっけ。まあ、佐藤さんが、31,500 点差、はい、だけど、うん、もうしょうがない、かなり厳しいですね、うん、ありますね、うん、ただね、前回大会も最終局で100万いい射程あったね、とかありましたね、あったあったあった。これはあとなんかチャンスがある人いるかな。よいしょ、一生懸命打ってんね、うん、どうすれば一番高くなるか、うん、そう考えて打ってるんだよ。うん、ほらだってこれさ、チューンを切ればとか形がね、はい、この子たちのレベルなの分かってるんだけど、うんうん、一瞬手が止まるってことは、うん、もっと高くなるかなって、うんうんうん、もっと見てる人が面白いがるような手になるかなって考えてんだよ、うん、そんな1年2年でそんなこと考えたことなかったですよね。ないしょ、考えたことないです、大したもんだよね、うん、本当ね、いや将来が楽しみ、うん、抜かれちゃうぞ。いや本当です、多分ね半年あればもう抜かれてるかもしれない。いやこのままねずっと麻雀続けてくれると嬉しいですよね。ぜひぜひ本当に。日向はでもな、この夏の思い出だけじゃなくて今後も続けてほしい。もうちょっとで A だからな。いやいや違います、A リーグすげえ位置につけてっかな、うん、今な200以上いて、あすごい手がいいですよ、インシャンテンの形話題を照れてるのか、すごいいい形、はい、照れてんのか、ちょっと多いだ、うん、今いいとこなんで、そっか、あれ来た、関しますか、関するとこれ1個役もらえるんですよね、ギュッと暗冠ならリーチも打てる、これね、リャウマ持ってるから関したらピコ率って分かってんのに、うん、点数上げに行って、ね、シンドラが楽しみ、3万めくれろ、このルールならではですよね、3万めくれろ、どうだ、あ3万こんにちは、ベローン、あーロースト、あ乗った、いる、いらっしゃる、2枚乗った、あそっち、そっち行きます、いや行ってない、よかった、ただね、数万感謝ってるから、うんうんうん、で、イワン振り点なの、あらあら、で、3枚切れだから、2万3万悲しいですね、そこはじゃあ、2万3万ないんだわ、あんまり払います、うん、返してくんねえかな、いや、これテンパイなんですよ、テンパイか、うん、いいピンとトーン、リーチ打ってもね、おかしくないんですけど、トーンが2枚切れか、リーチ打って、これ万願積もると、うん、あのね、2ランクアップで10勝なのよ、はい、そうですね、うんうん、だけど一品しかない、そうなんだろうな、きっと嫌なんだろうな、トン切るか、それもありですよね、うん、ほらほら切ったよ、トンをやりました、テンパイ取らず、えらいね、ちゃんと場が見えてる、うん、えらいね、ここはずっともうテンパイの、はい、これテンパイなんだけど、振り点でなおかつ E1 が3枚出ちゃってっから、どうしようっていうね、この後、うん、はい、ちょっと考えながら、うん、2万3万重なればいいのかな、そうですね、うん、両層は切ってるがトントンと続けて切りました、うん、ただこのテンパイを維持できればエミナちゃんは準優勝できるんで大きいよ、はい、そうですね、ライガちゃんペーって出たのにスルーしたよね、えらいね、ね、はい、30ほど前に出てます、うん、そうペーチャで2000点上がるとね同点なんだ、同点の場合はあこれリーチかな、もうリーチすると準優勝、あの上がれリーチして上がれば、うん、はい、見えます、2000点上がると準優勝、ほら考えてるよ、2000点上がるとまあ同点、あ同点だと佐藤さんの勝ちなんですね、裏ドラが必要だから、はい、リーチした、えらいリーチしました、これペー止まらんぞ、ペー止まんない、1回あ泣いてないですからね、これ待ちわかるかな、ウッパーワンペイ待ち、こういうのって初心者の頃どうだった、ウッパーワン、僕こういうのってウッパーワン、ウーワンとペイしか分かんなくて、うんうん、パーワンが抜けたりした僕、そうですね、ちょっと難しい形ですよね、うん、しかもパーワン今一発で、はい、佐藤さんがこのこれ一発キャッチでしょ、これ出たらロンって言えるかな、打ってそしてロンと言えれば、そうライカさんが準優勝、ライカさん銀メダル出るぞ、どうするどうするどうする、出るんじゃない、これこれもつまんじゃってる、佐藤さんどうする、現物は数分だけ、ほら、あ、マジわかってる、ね、全部わかってる、すぐノータイムだったもん、すぐロンって言えました、はい、リーチ一発、あ、裏裏、
裏乗りました。8000点の上がりということは、はい、ライカさんが準優勝となりまして、そうです、ね、佐藤さんと宮本さんは3着4着という結果になりました。いやナイスだ、最後いい上がりだったね、ライ、うんうん、いろいろしっかり考えた結果、いい判断でしたね、はい。さあ、高校女子オープン大会2018夏決勝戦が終了いたしました。いや今回も見どころたっぷりですね。いやちょっとね、まあみんなね、家族麻雀、それからお友達との麻雀、それからネット麻雀とかね、こういろいろとこう楽しんで麻雀やってるっていう中に、やっぱ島村さんだけはちょっとね、ちょっとガチというかね、自分休止いってるんでそんな言い方じゃない、そんな言い方もっと可愛かったですよ。島村なんで島村ブランド背負ってるんで、それも言ってなかったです。どこで何見ちゃったんですか。違います、そんな違います。麻雀打ってる時の表情とかがそういう感じしたの。あ、自分背負ってるんでっていう、団体か何か背負ってるんですか。そんな感じをしたの、うん、はい、はい。というわけで島村奈々さん優勝おめでとうございます。ではこの後ね、向こうまた対局の方に行って、はい、表彰式と参りましょう。では皆さん、また後ほどお会いいたします。少々お待ちください。麻雀最強戦プレゼンツ高校女子オープン大会2018夏、それではこれより表彰式を行います。さあ今日一日熱い戦いを繰り広げてくださった選手の皆さんにこちらに集合していただきました。では今日の感想を一人ずつ伺ってまいりましょう。まずは長澤セイラさん、お疲れ様でした。お疲れ様です。さあ改めて今日一日振り返っていかがですか。はい、負けちゃって悔しかったんですけど、いい経験ができたのですごく良かったです。はい、お姉ちゃんにたくさんお土産話をしてあげてくださいね。はい、これからたくさん麻雀打ってまた挑戦してくれることを期待してます。はい、また会ったら出てくれますか。出たいです。おー、ありがとうございます。嬉しいね。嬉しいですね。はい、お疲れ様。見てくださった皆さんにもし何か一言あればお願いします。楽しかったです。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございます。では続きましては弓田かりんさんです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。さあ初めての麻雀牌を持っての麻雀、改めて今日一日振り返ってどんなご感想でしょうか。やっぱり難しかったんで、もっともっと練習して、もこうリアルで打ってるこの強いみんなに勝てるように、うん、次はもっと頑張りたいなって思います。ね、オイプロ独学でまずはここまでできるわけですから。そうなんですよ。だからやっぱりパイを触ったのが初めてっていうことで、本当にこういうの慣れなんですよね。だからやればやるほど強くなると思いますんで、本当頑張ってほしいな、これからも麻雀を打ってほしいなと思いました。はい、じゃあ改めて弓田さん、今日見てくれた皆さんに一言お願いします。コメントとかでも応援してくれてた人がいたみたいなんで、こんな拙い打ち方しかできないですけど、応援してくれた方ありがとうございました。お疲れ様でした。ぜひまた挑戦してください。では続いて決勝メンバーへと参ります。最終成績4位でございました宮本ひなのさん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでしたか、決勝まで行きましたけど。なんか自分が途中何をやってるのか分かんなくなっちゃったりとかしてしたんですけど、はい、でもみんなと楽しくできたし、決勝に行けたこともそう決勝に行けると思ってなかったので嬉しかったです。はい、決勝戦も皆さんこう真剣な表情と、あとニコニコしてるシーンもありましたね。何話してたんですか。なんかお腹が鳴っちゃうんですよ。お腹鳴っちゃった。でもそれがあったからちょっと笑いがあったっていうのもあったそうなんですね。まあ真剣勝負の場ではありましたけど、まあそういう楽しい会話もねあったっていうことで、はい、これからも麻雀飽きずに続けてくれますか。はい、もちろんですよ。はい、もちろんですよ。また次があれば参加してくれますか。はい、もちろん参加します。ありがとうございます。じゃあ今日見てくださった皆さんに最後一言お願いします。はい、応援してくださった方本当にありがとうございました。もし次あるならば、その次出る時までに
その今日の反省点を生かして、次はもっといい打ち方ができるように頑張りたいと思います、うん、ありがとうございました。お疲れ様でした。では続いて最終成績第3位です、佐藤恵美奈さんです。お疲れ様でした。お疲れ様です。今日一日戦ってみて最終成績3位、ご自身の中ではいかがですか？とてもミスをしてしまったので、まあ、次冬もっと練習して強くなって出たいなって思いました。はい、ありがとうございます。今日は疲れましたか？たくさん打ちましたね、はい、疲れました。はい、またね、後で放送を見直したいなんておっしゃってましたけど、はい、見直したいです。大井さん、これご覧になったらまた 1.5 倍2倍強くなっちゃいますね。いや本当に強く、ただ私の喋りがね、皆さんにお気に召すかそれが心配でございまして、はい、もう本当に今のうちに謝ってみます、ごめんなさい。お気に召していただけるといいんですが、はい、はい、じゃあそんなこんなで今日たくさん応援してくださった皆さんに一言お願いします。見てくださった皆様にはなんかとても拙いマージャンを見せてしまい、すごい申し訳ないと思ってます。次強くなってまた来ます。はい、はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。では続きましては最後、逆転準優勝となりました長澤麗香さんです。お疲れ様です。ありがとうございます。いや、決勝戦はね、いきなりバーンと行かれちゃって、そうですね、最後ね、点差が広きすぎてたんで、ね、そうですね、もうちょっとハイパイ見て、あ、うんうん、無理だって思ったんで、なんとか2位には入れるように頑張りました、うん、はい、いやでも予選の時からそうなんですけど、大井プロ皆さんがこうしっかりこう条件を、ね、確認しながら一生懸命どうにか逆転しようって言ってるんですよね、うん、素晴らしい、うん、いやすごくその真剣な姿勢と目指す目標がはっきりと伝わってきました。今日は一日打ってみて今どんな気持ちですか？そうですね、楽しかったです。楽しかった、はい、勝て、ここまで決勝まで残れてよかったです、はい、あと一歩でね、優勝ありましたけどね。いやでも遠かったです。遠かったです遠かったです。あと一つが遠かったですね、はい、まあ、もしまた次回があれば参加してくれます。まあ、まあ、強くなれたら参加したいと思います。謙虚強くなれたら参加してくれる、はい、じゃあたくさん麻雀打ってまた強くなってください、はい、じゃあ応援してくださった皆さんに一言お願いします、見ていただきありがとうございます、今日は楽しかったです。ありがとうございました。お疲れ様でした。さあでは今年の優勝者でございます、おめでとうございます、島村奈々さんです。ありがとうございます。おめでとうございます。まずは率直に今のお気持ちをお聞かせください。はい、今でも自分がなんか優勝しちゃってるってことがちょっとびっくりしてるんですけど、はい、決勝オタクで、みんなとちょっと笑い合いながら、打てたことがとても楽しかったです。はい、優勝できてとても嬉しいです。ありがとうございます。今日は最高の思い出ができましたね、はい、はい、じゃあここからですね、表彰へと移らせていただきたいと思います、はい、じゃあたくさんプレゼントがありますのでマイク一旦お預かりしますね。さあ、それではですね、あ、ここで優勝した島村さんに今大会のチェアマン竹書房の星野信夫近代麻雀編集長より、プレゼントがたくさんございますので、では前へお願いいたします。島村さん、優勝おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。まずはティアラとこのお決まりです、王様のマントおめでとうございます。緊張するなこれ綺麗に結んであげてくださいね、うん、手が震えちゃいそう。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。それではここからさまざまな商品をプレゼントいたします。まずはボノボノくんとシマリスくんのぬいぐるみです。続きましては協賛の太陽技研株式会社様より全自動麻雀卓アモス JP が贈られます。はい、ありがとうございます。これでもっと強くなってくださいおめでとうございます。さあそして今回の特別な副賞です。
2019年2月3日国立オリンピック記念青少年総合センターで行われます文部科学省講演全日本健康麻雀選手権への出場権です。おめでとうございます。はい、それでは島村さん、こちらにお戻りいただきまして、さあ麻雀卓どうしましょうか。家の自分の部屋にまだちょっとスペースがあるので、はい、ちょっとそこに置きたいなと思います。ちょうどよかったですね。そして2月の大会の参加権もプレゼントされました。はいはい、これですね、100人ぐらい集まるみたいです、全国から。すごい。で100人ぐらいの、 大勢の方と打つのは、初めてなので、ちょっと今から楽しみです。そうですね。さあ、じゃあですね、ここで最後に、見てくださった皆さんに、ひょっとしたら2月戦う方もいるかもしれません。、はい、一言メッセージをお願いします。はい、今日は本当に視聴者の皆様、コメントを打ってくださった皆様、本当にありがとうございました。優勝することができてとても嬉しいです。2月に参加する方もしいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。ありがとうございました。本当におめでとうございます。優勝は島村奈々さんでした。さあ、それではここで今日一日解説としてお付き合いいただきました大井貴春プロに総評を頂戴したいと思います。はい、皆さんお疲れ様でした。島村さん、おめでとうございます。ありがとうございます。そうですね、本当にこの大会は第1回から、本当に解説させていただいて、毎回毎回こうドラマがあって、で、参加している選手の、一生懸命さだったり、楽しそうに打っている姿を見て、私も本当に、この後の仕事にね、本当に刺激をいただいてるんですけど、今日は特にですね、予選の1回戦目から、決勝の最後まで本当に、いろいろと、麻雀プロの試合では見れないような、本当に爽やかな、楽しそうに打ってる姿がですね、すごく印象に残りました。最後の決着の仕方もすごい爽やかで、はい、上がった選手、銀メダル、胸を張っていただきたいですし、負けちゃ、残念ながらちょっとの差で負けちゃった人たちも、なんかこう悔しいから次また出たいっていう、その悔しさまでも爽やかで、すごいなんか自分が本当に汚れてしまったなとつくづく思ったので、これから麻雀番組いろいろなところで私仕事していきますけど、もう少し爽やかにしていこうと改めて思いました。そしてこの本当に素晴らしい大会がこの後も続くようにですね、ぜひ全員でね、また続けてくださいと、この偉い人にお願いしますと、はい、お願いすればきっと続くんで、でこれ、毎回お願いしないと続かないんですよ。そうなんですよ、はい、次決まってないんですよこの番組いつも。なので、はい、皆さんこれ視線でね、この人が一番偉いんで、はい、やってくださいみたいな顔をすればきっとやってくれると思いますんで、今考えてるんです、今どうしようかな、本当に決まってないんでこれ、はい、大丈夫かな、はい、なので本当に今日は一日楽しかったです。またこの番組が続く限り私解説やっていきたいので、よろしくお願いします。ありがとうございました。おいプロありがとうございました。さあ、それではここで星野信夫編集長に伺いたい。皆さんが次があれば次があればとおっしゃってましたけれども、次出たい人、はい、ありがとうございます。素直だね、素直これは決心決まるんじゃないの。どうでしょう編集長。ダラダダン、決めました。はい、麻雀最強戦プレゼンツ高校女子オープン大会、はい、2018冬12月24日開催します。ありがとうございます。それとですね、はい、今日参加してくれた6名の皆さんにですね、はい、こちら竹書房から絶賛大ヒット発売中の、はい、おととい発売したばかり、はい、サイバーエージェント社長藤田進さん著、仕事が麻雀で麻雀が仕事、これを皆さんに差し上げます、うん、これを読んで、はい、麻雀も人生も、勝負強くなってください。うーん、はい、はい、こちら参加賞としてご用意いただきました、はい、ありがとうございます。そして次回の開催宣言もいただきました、ご覧の皆さんの中にもひょっとしたら、
高校生で参加したいっていう方がいらっしゃるかもしれませんね。ぜひ続報をチェックしてください。さあ、麻雀最強戦プレゼンツ高校女子オープン大会2018夏、すべての戦いが終了いたしました。本日の大会のレポートは9月1日発売の近代麻雀に掲載されます。また11月15日発売の近代麻雀の付録 DVD に対局の模様も収録される予定ですので、ぜひ今日の感動をもう一度お買い求めいただいて楽しんでいただければと思います。それでは次回は12月24日、皆さんのリベンジもお待ちしてます。連覇も期待してます。そしてたくさんの皆さんのご参加もお待ちしております。それではまた次回お会いいたしましょう。手を振ってお別れとまいります。さようなら。